2013サムライの鳥谷が、どうしても欲しい阪神ファン。やっぱり阪神ファンに鳥谷さんは必須よな。ええ、中の人がちょうど阪神ファンになった頃にバリバリでやってたわよ。あと阪神とロッテの兼任ファンだし、特別な思いはあるわよ。両方にいた選手は思い出に残るんだな。狙いは鳥谷さんと、A の在庫あるから住谷さんね。能見さんも角さんも狙わないのか？欲しいっちゃ欲しいけど、過去知りで持ってるしそこまでは狙ってないわ。パリーグ運は来年度まで置いておいてください。来年累計セリーグばっかりでそう。